こんにちは。今日はですね、おさあチャンネルステーキを焼いていきたいと思います。しかもそんじょそこらのお肉じゃありません。ご覧ください。じゃん、このぐらい大きさのある 320g のお肉を焼いていきたいと思います。お店でしましたらね、1000円は超えるんじゃないかと思いますけども、お家で作りましたら本当に材料3分の1いや4分の1でですね、お家でごちそうが楽しめますから、ぜひ一緒にうまいやつ作っていきましょう。それではお料理に取り掛かっていきたいと思いますけども、ポイントその1、お肉なんですけども、冷蔵庫出したてよりも常温の方が、美味しく焼けますので、焼く前にですね30分ぐらいですかね、お部屋の温度に戻しておいてください。そして何より大事なのが鉄板ですよね。今日はこちらの大フライパンを使っていきますけども、そこの分厚いしっかりとしたフライパンですから、ステーキ屋さんの鉄板と同じようにですね、美味しく焼けます。似たようなものでもですね、そこが薄いとちょっとですね上手にいきませんので、使うものはこちらの大フライパンを用意してくださいね。さあ、それでは何もない状態、入ってない状態で火にかけて、このままお鍋を5分間しっかりと空炊きして温めていってください。お鍋の空炊きをする前にですね、今日の付け合わせ、かぼちゃ、アスパラ、人参とありまして、この人参とかぼちゃはちょっと火が通るのがですね、時間かかりますので、このようにお鍋を空炊きする前から中に入れてしまっておいてください。アスパラは後で大丈夫ですからね。それでは空炊きを続けます。それではお鍋を触って熱々になりましたらね、OK です。このタイミングでポイントその2、焼く直前に塩コショウをかけていってください。これで準備完了です。さあ、それではお鍋ちょっと見てみましたら、お水をちょっと入れてみたいと思います。するとどうでしょうか。お鍋のどこを転がっても蒸発するこのお水がコロンコロンと転がって跳ねております。こうしたらこのフライパンが真ん中も外側も同じ温度になりましたからね、この大きいお肉をドンと焼いても大丈夫です。さあ、こちらステーキの場合はですね、もうここは蓋をせずに焼いていってください。今ここでしっかりとお肉が焼けております。お鍋が空炊きをしっかりしましたのでね、温度も下がりませんから、肉汁が出てお肉が固く小さくなるということもありません。さあ、そして片面はしっかりと焼いていってください。それでは一切油は引いてなかったんですけども、お肉がスルッと取れてきます。ご覧ください、この焼き目、美味しそうでしょ。
さあ、ここでですね、ひっくり返したら、お肉の厚さにもよりますけども、少し蓋をしてですね、ちょっと蒸す感じでお料理をしていくと、中までですね、火が通っていきますので、ここから軽く1、2分だけですね、焼いていってください。それでは焼きすぎは良くないので、これで OK です。そしたらもうドカッと豪快にお皿に盛っていただきましたら、ほとんどお肉で埋まっちゃいましたね。そしてかぼちゃと人参、もうちょっと付け合わせのアスパラ、もう少しで火が通りますので、このタイミングで入れて蓋をしてもう少し加熱しておいてください。それではですね、今ここから蒸気が上がっているように中で焼きながら蒸しております。なのでかぼちゃも火が通って OK、 人参も OK です。ここまで来れば最後ですね、盛り付けましたら、じゃん、こんな感じでですね、大きな大きなステーキの完成です。さあ、そして大沢チャンネルは家庭の味方、終わったですね、このフライパン洗う時どうすんのって思いませんでした？安心してください。お水をですね、じゃ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 と急冷させて、中ちょっと見てみます。するとですね、汚れがとっても綺麗に落ちますよ。そしてさらにですね、この金玉紙を使っていいので、ちょっとこの辺の汚れ見てくれますか。ゴシ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 、スッと、とっても綺麗に落ちますからね、後片付けまで大丈夫。ぜひお家でね、お楽しみいただきたいと思います。